マックス・リーバーマンはドイツの画家でベルリン分離派創立者の一人である。彼はベルリンのユダヤ人実業家の息子で法学や哲学を学んでいたが、その後1869年にバイマル、1872年にパリ、1876年にはオランダに移り絵画を勉強した。一旦ミュンヘンに住んだが、1884年にベルリンに戻り、 残りの生涯をそこで過ごした。リーバーマンは当初、田園の人物や自身の生活風景などを描いた。後に、ロビス・コリンとマックス・スレイフォークトラと共にドイツ印象派の代表的作家となる。彼は受け継いだ遺産をフランスの印象派絵画の収集にも費やした。その後、自分の庭の風景の他にブルジョワジーなど、 浮遊階級の生活風景や肖像画を描くようになり、ドイツの美術界や上流社会で尊敬される画家となった。一方で、より新しい世代であったゴッホなどをあまり評価せず、ベルリンのナショナルギャラリーがゴッホの作品を拒否を投じて買った際には非難の一文を書いている。1899年から1911年まで彼はベルリン分離派を指揮した。 1920年から1932年までプロイセン芸術院の総裁の地位にあり、プールルメリット勲章を受賞、ベルリン名誉市民に推挙されるなど、老齢ながらドイツ画壇に君臨した。しかし1933年のナチ党の権力、掌握後、ユダヤ人の出自によって非難されるようになり、芸術院からもナチス体制へどのような態度を取るか問いただされた。 1933年5月、彼は芸術家が羊や政治という要素によって非難されるような状態では芸術院に留まることはできないと名誉総裁の称号を返上した。発表の機会や栄誉をすべて失ったリーバーマンは1935年に要さり数十年にわたりベルリン市の名士で芸術院の重鎮でもあったのに葬儀に立ち会ったのは ケーテコルビッツら数名だけであった。世紀の変わり目のベルリンで、新しい美術様式を求める有限都市ティールが起こり、ユー士が1895年、ベルリンで文芸雑誌、パンを創刊する。ディーバーマンは創立者の一人として、表紙画のパン神の頭部を、フランツ・フォン・シュトックと共に描き、版画を寄せた。想定と美術の責任者は、作家のユリウス・マイヤー・グラーフェ、 美術視野のリヒャルト・グラウルである。主な執筆者名の順。アーン、エヌ、ヘビス、30から1800億1536万90002、2、マックス・リーバーマン、マルク・シャガールの写真入り。古典企画展、コリンとスレイ・フォークトとの3人展報か。ありがとうございます。